こんにちは、つちのこです。集まれ動物の森、やっていきましょう。寝ちゃってるぐるみちゃん、立ったまま寝てやがる。おはよう、いやこんばんは。今日は15日の、夜9時ですね。今日はジュリアさんという方が引っ越してきました。よし、さらにキャンプサイトに宿泊のお客様が来てますよ。どれどれ、可愛い人だといいけど。さて、まずはいつものお手紙コーナーからいきましょう。爆撃さんのこれは何だろう、編集でモザイクかける必要がある。かけないぜ。いや、何だと思う、クモかムカデと見た。うんこの化石。まさかの、うん、あー、こりゃやべえわ。この色、いや化石じゃねえだろこれ。この照りは、僕ちょっとツイッターで見たんですけどね、白ご飯のマイデザを引いてカレーにしてる方がいらっしゃいましたね。めっちゃ面白かった。爆撃さんからうんこ来ました。さあ、そして今日のグミさん、ソックス。なんかグミさんの1個、あー、ほんとだ、1個忘れてる。ダンベル、メットペイントボールマスク、何これ。かわいい、赤ちゃんの帽子かわいいな。アーガイルソックス、マッスルタンクトップ。あ、そしてフリさん、クロージャー島のどこかに隠される場所は、うーのぬーだ。お、またちょっとクロージャー島に行くときあったら、埋蔵金探さなきゃ。覚えとこう、じゃあ。まあ、お気に入りにして。埋蔵金が埋もれている。温泉の、城だ。温泉の後ろに、埋蔵金があるぞ。日頃の感謝の気持ちのばさんね。どうした、りょうたくん。りょうたくんからポスターしか受け取ってないよ。おい、しかも、なんか喋ろ。喋ってない、何にもない。何これ、何のマーク、これ。何くれたんだろう。さくらんぼの服。そして、ラン、久しぶりだね、ランさん。一日ぶり。母です。 Wi-Fi ルーターにティファールで沸かしたのをまたかけて壊れました。1年で3回目です。七星テントに旅行行きます。親戚が店開いたの、その子からこれ見渡った。いらない、嫉妬ナウの母でした。何に嫉妬してんのね。Wi-Fi ルーターにこぼして、ルーターを壊して1年で3回壊したのは、ランさんでしょ、それ。母ですじゃない。それ、ランさんでしょ、それ。うん、知ってるから。ティファールでお湯こぼしちゃったの。いつもカップ麺ばっか食べてるからでしょ。あら、パンジー？確かにあんまりいらないね。もう、 うちもパンジーですから、これ。そしてタイマンくん、なんとなく、何なんとなくくれたの。書類の山、ここタイマンくんのコーナーね、これ。そしてまたグミさんから、土。クマ、魚。もう文章打てない病かな、グミさん。本当にそれかな。青虫の服、服めっちゃくれるやん。クマの T シャツ、どれ着てこうかな。竹のベンチ、壁掛けブラックバス。あ、なんかあれじゃない、壁掛けブラックバス。クマの T シャツいいね。あら、かわいい。赤ちゃんになっちゃった僕。あー、青虫も悪くないね。でもクマがちょっと一番赤ちゃんっぽいかな。いっちゃい。そしてりょうたくん、トイレ。今日のトイレ来ました。で、またじゃあしゃべろ。ねえ、どうした？りょうたくん、ポスター送るか、全然喋んないか、どっちかじゃん。洋式トイレありがとう。桃のびっくり箱。さらに、ふりさん。そういうことか。まあ、もし次にあの世界に行くならいいようにやってくれよ。そうだよ、サンズ。僕が倒したのは一回きりだからね。何くれたんだろう、サンズは。こないだ鉄鉱石だったよね。バラの冠ゴールド。何それ。うわ、やば、なんかちょっとこれレアな冠じゃないのね。これ次かぶるか、次来なかったら。今日は赤ちゃんでいこう。バラの冠なんかいいね。ツッチー様、
すべてのキャラを見つけた景品カッパ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 ーカイシャンという名のテンパもうカイさんちょっとかわいいね何これ何くれたの景品あの銀玉のキャラ見つけたもんね僕ねそしてギャークリエイト解禁したらまた呼ぶから待っててください僕は血慣れたちょっと血慣れたがよくわかんないな赤井さん僕蜂慣れたかなそれとも僕蜂慣れた何くれたんだろう赤井さんカッパスーツあカッパになれるやつだ蜂の模型あーなるほど蜂慣れたうんこの近くに蜂を置くかおい でけえな想像以上にでかかったカッパはあらこれもかわいいねカッパッパーって言ってるもしかしてあこれだカッパ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 ーそういうことねさて今日のキャンプガチャはどうかなお邪魔しまーすあら飲んでるなんかこんにちは悪くないですねアリアさんちょっとアミーボガチャアミーボ見てみよう、うん、アリアは300円でも売れてないちょっとマイル島行ってくるか今日はちょっとね島きれいにしていきたいかなと思いますもうすぐちょっとエンディングでやっぱ島クリエイトちょっとやりたいんでね島クリエイトできるまでちょっと真剣にこれちょっとやんなきゃいけない今日は、マイデザをねいただいたのでそれを作ったりちょっとね綺麗にしようもらってたのがあるんだよねスマホケースもそうそうなんかいろいろもらってたもんねリメイクを習わなきゃいけないんでねリメイクを習ってからあエイブルシスターズが閉まっちゃったあ待てよこれマイデザができねえんじゃね作者 ID とかやんのってエイブルシスターズのとこじゃなかったっけやらかしたなこれインフラは今度はあれだ坂を作るよしじゃあ今日はあれですねスカウトに行きましょうさてさてどうだあらららららら梨だらけ島来たわほう誰だサバンナちゃんかわいいですねサバンナちゃんさあいくらでしょう400円かなるほどちょっとあんまりピンときてないやっぱあんまかわいいっていうかかっこいい方だもんね誰が来るまさかのちびっちゃいのが食いついたしかも石なんであんなに詰まってんだよどうだちょっとちょっと目が怖いなこんにちは文太郎だいたい400円から500円ってとこですね400円から500円か今回は誰がいるんだい頼むおどうだかわいいんじゃないかお顔がちょっと見えないお顔見せてこんにちはあ悪くないかもポンチョちゃんへえ、かわいいね。おいらの筋肉に頼ってくれていいぞ。ちょっと見てみよう。お、1000円で売れてる。アミーボカード1000円で売れてるよ。これはちょっと、誘うでしょう。うん、ふるさとにどう？おー、いいじゃん。よく行った。スカウトしちゃった可愛いもんね見た目がもうじゃんじゃんスカウト
加藤くんマイル旅行券くれてて助かったわ。あともう一人かな。さて今回は誰だい。あれもしかしてもうさスカウトしたからなし今日ガーンなんだ仕様知らなかった、がっくりでした島の評価上げるために焚き火いっぱい置いとくか。ちょっととりあえず10個作ってみます。なんか変な儀式の跡みたいで面白くない？評価3になるとトタケケが来るらしい。どれ島の評判は？どれどれ。人と幽霊が少ないのが魅力です。なんだよ、また10個ちょっと置いてみよう。木造住宅を燃やしまくるぜ。よし、さらに10個置いたよ。どうだ、せめて2つ星にしたいね。頼む、上がっててくれ。うん。私だけが密かに注目している、みんなには内緒です。住民を増やす取り組みだから、住民を増やさないといけないのか。はい、ということで今回はね、島の住民をちょっと呼ぶ、マイル旅行券のガチャやりました。結果的にポンチョが出てくれたので、まあそこそこ良かったんじゃないでしょうか。まだね住民呼べると思うので、もう一回ねマイル旅行券ガチャやって可愛い住民をね迎え入れたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。